いや、ちゃいよ、大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、このラバデッキやっていきたいと思います。ということでですね、まあ、このラバデッキなんですけど、まあ、ランバーが入っているって、まあ、新しい形ですね。なんですけど、今、やっぱりランバーが結構強くて、まあ、神技デッキとかバルーンデッキにも、やっぱり欠かせない存在になってるんですよね。本当に入ってないのは、ペッカとかなんですけど、まあ、ランバーが入ってるね。ペッカデッキもあったりして、なんだろう。本当にいろんなデッキに今ランバーが入ってて、まあ、ゴレには絶対入っているカードって感じで、なんだろう、火力を出すにはランバーって感じですね。ってことで、今、ロイザイにもね、前のシーズンは、縦付けじゃなくて、ランバーが主流でしたね。本当に上のシーズンで結果残してる人もみんなランバーを使ってました。なんで、今、ランバーがめちゃくちゃ強いですね。ってことで、このランバーを使ってね、やっていきたいと思います。まあ、このデッキをですね、よいしょと。今めっちゃ流行ってて、なんだろう、ラバーの中で一番流行ってるデッキですね。だからまあ、新しい形の、まあ、新環境に対応したラバ掘りかな。まあ、とりあえずランバー。ランバー確か一発で抑えられるんですよね、ホグを。よいしょと。まあ、これも強い。まあ、ホグをね、一発で抑えられるユニットってやっぱ限られてるんですよね、結構。まあ、ここはホバとかで対応していきたいところですね。まあ、ここはベビドラじゃなくて、やっぱりなんだろう。相手この縦付けじゃない、なんだっけ、スケアミなんで、まあ結構細かい系がね、多いと思うんですよね。だから多分、もうラバですね。よいしょ。あ、オッケーオッケー。これは、ラバを縦にしちゃいます。よいしょ。オッケー。とりあえず、あ、ラバ掘りじゃないですね。すいません、勘違いしてましたね。で、これ、タルババ転がしてあげると、あれですね。この、なんだろう、ラバが弾けた時に、パピーのタギをタルババが取ってくれるんで、割とこの形はよく上手い人がやってますね。なんで、ラバが弾けた時にタルババ転がすだけで、ダメージが本当に1000、2000変わってくる時があるんでね。まあ、いけそうな時はね、ぶっ転がしてやってください。俺マジで、なんか、あれなんですよ。今日具合悪くて、朝めっちゃ咳がやばくて、もう人の集まれるところに入れる環境じゃなかったんで、ちょっと今日は会社休んでるんですけど、うん。まあ、来られても迷惑だと思うんでね、普通に。まあ本当はね、体調崩さないのが一番なんですけどね。ちょっと成人式終わりで、なんか、絡んでた奴らも数人インフルとかになってて、ワンチャン危ないですね。この後病院に行こうかなと思ってるんですけど。よいしょ、端前ラバル。オッケー。オッケーオッケー。ここで、まあ、タルババを転がしてあげると。いう感じで、まあそうですね。このタルババに全部タゲがいって、いい感じに仕上がるんですね、本当に。よいしょ。オッケー。まあ、転がしてあげるだけで全然ダメージ違うと思うんで、まあ次はホグが来ると思うんで、墓石でしっかり守ってあげて、まあランバーですね。まあ、メガゴとかじゃ一発入っちゃいそうだったんで、ちょっと怖かったんで、ね。で、212なんですよ、ポイズンは。だから、ここはラバ展開しなきゃいけないですね。よいしょ。で、メガゴもつけてあげて、でここはポイズンとか打たずに、シンプルにユニットでいいですね。でこうやってなんかいっぱい流れてきたら、タルババだけを転がしてあげて、ここにポイズンですね。こうやると、多分、ダメージが、なんだろう。できるだけ後ろのユニットも延命させつつ、で、これは、中継を切ったんでランバーぶっ転がします。あれ216だっけ、ポイズンって今落ちたよな。すいません先生、すいません。ちょっともしかしたらやっちまったかもしれないです。216だったかな。さてはちょっと今確認しますね。さては216節が出てきましたね。あ、216だ、そうだ。丸太と合わせて、すいません、やりました。216です確か。あれ手で216だ。申し訳ありません。やりました。212、それは312が完走だ。やりました。これはそうだそうだそうだっていう感じっていう感じですね。まあラバーの穴掘りがいなくてユニットを増やしてる感じなんで、まあ穴掘りの分、まあホバとか、なんだろう、ランバーで軽く出す感じですね、多分。うん。なんで、穴掘り代わりになる、まあ、ちょっとね、ロリバを転がしてあげるだけで、ちょっとした、まあね、タゲ取りになるんで、
で、ここはなんかギャングとか追加するかもしれないんで、ちゃんとユニットを出したときはタルババを構える癖をつけましょう。で、ちゃんとこれはメガゴをコウモリからね処理してあげるっていうのも大事ですね。やばい、すいません、今日ちょっと咳が多いかもしれないんですけど、ごめんなさい本当に。よいしょ。まあ、ただね、本当になんか前朝はねマジやばかったんですけど、薬買ってきたら結構いい感じに仕上がって、これ迫撃無視して吹き矢だけ自陣でラバで受けながらって感じですね。まあ迫撃のダメージはちょっと受けちゃうんですけど、ちょっとまだランバー出さずに迫撃壊してから行きたいですね。まだ多分そうこういう感じで攻撃してくるんで、だんだんこういうので受けつつ、今ランバー出したら迫撃だけに釣られて、多分これワンチャンタワー折れるけど、しゃーなしっすね。あ、いい、すごくいい。いいよ。いいね。相手の吹き矢がめっちゃいい。あ、いいや。これはコウモリだ。おいおい。まあ、ここまで行ったら、待って、池が多分、いや、これはちょっと事故るけど、池が多分相手迫撃しかいないんで、今。多分迫撃しかないと思うんですよね。だからここら辺に来ると思う。ギャングあったか回ってるかもう。まあ11になっちゃえばいいみたいなのがあるんで、とりあえずこれケツラバっすね。ワンチャンこっち攻めてくるんで、早めに墓石出してあげることによってこのスキンに釣られてね、そう最速で出すとこの墓石にもダメージが入らないんで、よいしょ。これでコウモリでどうせ囲んでくると思うんで、はい。オッケー。で、これ何かしら出して、あー吹き矢と混ぜればよかった。ポイズンがもったいねえ。もったいねえ。非常にもったいないですね、これは。これワンチャン 1-0 で勝てる。無理かな。これ5を出したいですね。ここは守ってあげたい。これは、無視して、ケツラバスかね。あ、これワンチャンあれだ。穴掘り間に合わないやつか。さては。よいしょ。拾ってあげる。はい。はい。え、待て。よっしゃ、危ない。拾ってやりましたね。相手、大きい呪文がな、呪文がね、多分、穴掘りじゃない。コウモリじゃない。そうそう、雪玉しかなかったんですよね。よし、行こう。まあ、プリンス系がちょっと厳しいところであったんですけど、陸系が少ないんでね、このデッキは。なんで、プリンス側からしたら、墓石を突破したら、プリンスしかいないんで、まあそうですね、タルワを切った時にあのプリンスギャングとかされたらめちゃくちゃうざかったですけど、多分手札が整ってなかったですね、相手の逆サイプリンスが結構分かってる動きだったんで、ちょっと強かったですね、相手が今のは。ただまあ、空に対してのユニットがやっぱ吹き矢とコウモリ、ちゃんと火力を出せるのが吹き矢とコウモリしかいなかったんで、まあラバに当ててくるユニットとかを呼んで、その足してくるタイミングで先にベビドラとか足しちゃうと、あ、これやべ。あー、やばい、これやばい。またレイジかよ。ちょっと待って、これやばいな。普通にやばい。ウィザードだけは本当に言ってほしいから処理。あー、やばい、オーダー。やばい。これ折らしたくない。さすがに折らしたくない。もうスケラになってる。やばい。あー、もう最悪だ。こんなことある？でも俺のラバがやったわ、今のは。ごめんなさい。ああ、鬱陶しいな、咳も。これやばいな、普通に。これホバに寄らねえし。やめて、殴るな、俺の。ああ、これ無視しないでほしい。防衛してほしい。頼む。オッケー、ありがとう。これ無視して、ケツラバでいいっすね。今、5ワードぐらい多分取ってるんで。無視して、ケツラバ。よいしょ。オッケー。で、ウィザードと、スケムレがいるんで、なんだろうな。ウィザードがちょっと前の方見たら、ランバージャック出して、絶対スケムレが来るんで、読みでポイズンか、行きたいところではありますね。よいしょ。OK。あー。いや、しょぼすぎー。
マジかよ。ちょっと待てよ。相手の攻撃がなんだ。何も攻撃されてないから分かんないな。とりあえずあいつ多分守ってくれる系男子なんで、カシマヤオーバリングでバルキリーを引き出します。守ってくんなかった。おっけつ払わ。あー、オッケーオッケー。めっちゃ前に出してくれた。これを、タゲ取ってから、これ無視でいいっすね。なんで？なんで？っつって。あー最悪だよ。もうちょ待ってくれよ。ナンバー出してスキアミが来ると思うんすよこれ絶対。はいはいはい、知ってる知ってる、その動き知ってる。これでウィザード出てくるんで、はいはいはい、知ってる知ってる。でもうとりあえず置いたキス。オッケー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 、頼む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 、もう一発。オッケーオッケー、ちょ待って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 、やばい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 、よし行きましょう。8レベ相手8レベとかだったけどまあ風の仕業ってやつですね俺が、うん、違うわ、風の仕業じゃねえ、あれだ、やめよう、恥ずかしい恥ずかしい。出た、俺らが持ってないスタンプ配ってほしいわ。あれ三河さんめっちゃ失礼だな。メガゴー、メガゴー出して、ラバがないんでもうちょっと待ちたいところであるんですけど、ラバがあったら残り1分まで待っちゃっていいんですけど、ラバが手札にないんで、メガゴで待ちっすね。とりあえず、待ちゲーミング。いや、これ対空2枚切ったな。普通にこれでいいっすね。で、5打ってきたら、よいしょ。あ、ゴレっぽい。ゴレっぽいからポイズンだ、これ。いいよ。逆サイランバーいっちゃいます。あ、これ、端前ランバーで溶かしますね。おいしい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 、ありがとう。俺行っとこう。よいしょ、まあ、相手ポイズンだと思うんで、これ速攻系に多分きついっすね。5だったら全部ドカンってやられるんですけど、これもう足しちゃっていいっすね。相手ポイズンなんで空で、あとメガゴしかないっすけど、相手多分、あ、これでゼロ、はい、ゼロ入りゼロ入り、はい、オッケー、声を出す声を出す。まあ今ちょっと風の調子が良かったんで、今かったですね。さっきちょっと風の調子が悪かったかなって感じなんで、はい、ということで、ですね、まあ強い強いデッキです、強いデッキ。まあね、ランバーがねほんといい味出してて、でも穴掘りがいないっていうのがやっぱ特徴で、あの受けるユニットや攻めるユニットが多い代わりに、あのちゃんと火力出せる、なんだユニットがいないんで、だからなんだろうな、まあ結構ありがちなのが、穴掘りがいないからタゲとか取れないんですよね。要するにタルババとかでしかタゲが取れないんで、あのちゃんとダメージを出したい時の絶対条件は、ラバが弾けたタイミングでランバーか、まあタルババビビドラどれかが相手のそのなんだろう陣地の一番タゲられるね、一番前にいることによって、なんだろう、ラバが弾けた後にユニットの、ね、タゲが変わるんですよ。パピーじゃなくて絶対何かしらこっちのユニットにタゲが向くんですよね。その時にこういうちょっと体力があるユニットにタゲが向くと、パピーでねピチュ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 って殴ってくれるんで、まあねそれがね結構コツではありますね。まあ穴掘りがいないんで、なんだろう、競り負けるみたいなのが結構あるかもしれないんで、結構やっぱりなんだろう、墓石だけで受けるんじゃなくて、ホグとか来た時もメガゴだけで受けて、カウンターの始まりラバーメガゴとかね、そういうのが割と大事になってくるかもしれないですね。ってことで、まあ今日もラバやってったんですけどね。まあラバもね、もうちょっと、俺もね、極めていって、またね、上手くなった時に、もう一回動画を出したいとね、思うんで、ね。ってことでですね、まあ毎日動画を出しているんでね、まあ少しでもいいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。でね、まあ先日、そのドズさんとかのチャンネルでもね、ありがたいことに、ゲームの、あの動画の急上昇ランキングとかもね、ドズさんと俺がコラボした時に、の動画がね、乗って、らしくて、うんですね、ハンデマッチなんですけど、まさに、ね、そちらの方もねちょっとねチェックしてもらえればと思います。ってことでですね、今日はこの辺で終わります。ご視聴あしっ